近くまで入る26番の戸島、拾ったカウエ、ボールまだ失わず、本間シオンの前に大きなスペースがある。カウエは前で要求、本間シオンが打ってきた、素晴らしい勝ち越しゴール、これがリーグ戦デビュー、そしてリーグ初ゴール、アディショナルタイムにすでに入っている。新潟を救うゴールが18歳本間シオンの右足から生まれました。素晴らしいゴールでしたね。ただこのシーンでいうと、このカウエが拾って、そうですね、でその後カウエもタフで、そうですね、ここ斜めに走ることによって、はい、一瞬釣られますからね、ただこのシュートは素晴らしいですね。本間シオン、とんでもないことをやってのけました。